それではお待たせいたしました。今シリーズスカーパー JLC 杯ルーキーシリーズ第21戦に出場いたします。全44選手の登場ということになります。皆様どうか盛大な拍手でお迎えくださいませ。まずは、登録番号大きい選手、若手選手から順に登場です。前節は三重先輩がシリーズ制覇、その勢いに続きます。三重ウルタ翔平、おはようございます。頑張ります。3度目の尼崎、日々の鍛錬その成果を見せます。滋賀広瀬敦也、おはようございます。いいもたいいたんで頑張ります。よろしくお願いします。こうもたてにしています。来季は早くも A 級昇格と出世街道を爆心します。愛知前田敦也、おはようございます。尼崎初めて来ました。一生懸命走ります。地元兵庫センプル8、ソロトップを切っての登場です。兵庫中村信孝、おはようございます。地元精一杯があります。応援よろしくお願いします。前走平和島では雪間2勝と、今季はコーススタート、広島新田陽一、おはようございます。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。優勝2回に A1 昇格、とうとう担う注目の逸材です。東京宮野原幸喜、おはようございます。東京の宮野原です。少しでもいいレースできるように頑張ります。よろしくお願いします。ルーキー戦はここ2節連続の予選突破、愛知からは木谷健太、おはようございます。優勝できるように一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。スタートのハンデはセンスと気迫で補います。東京二宮弘樹、おはようございます。一生懸命頑張ります。これ冬は20代の締めくくり、粘って波乱を呼び込みます。静岡川島拓郎、おはようございます。一生懸命頑張ります。春には輸出、センスは非凡、今季は A 級復活へと、愛知中村太平、おはようございます。一生懸命頑張ります。勝率上昇、前期 V2 と新川まさに順風満帆、大阪上田流星、おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。安定感も増して今期の飛躍へ期待は特大です。大阪土井翔吾、おはようございます。気合入れて走ります。お願いします。来季はきっちり A 級復帰、勝負の際に満ち溢れます。愛知吉田亮太郎、おはようございます。しっかり走ります。応援お願いします。荒削りでも決め手は十分、速攻戦に期待です。山口花本剛、おはようございます。いっそいっそ頑張ります。応援お願いします。先月のルーキー戦では堂々の初優勝、福岡柴田直也、おはようございます。名前とかを覚えてもらえるように頑張ります。応援お願いします。エレバー最終日では大外突き抜け、スタート我慢も軽視は禁物です。東京沢崎優也、おはようございます。一生懸命頑張ります。勝手知ったるホームプールでやらないわけにはいきません。兵庫スータニ一平、おはようございます。来始めからフライング持ちなんですけど、地元なんで気合い入れて頑張ります。事故に苦しむ近況も秘める素質は一級品、大阪立具刑事、おはようございます。一生懸命走ります。応援してください。熟成期間はもう終了、兵庫の大輝その本領を見せます。地元加藤翔馬、おはようございます。地元なので頑張ります。応援お願いします。ホームで決めたデビュー初 V、 その勢いは最高潮、三重豊田健志郎、おはようございます。頑張ります。こちらも先月の戸田ルーキーシリーズで悲願のデビュー初 V、 徳島篠宮智弘、おはようございます。徳島3人で来ました。3人で優出できるように頑張ります。来季はついに初 A1 第2の地元に凱旋です。徳島西野勇気、おはようございます。徳島から来ました。徳島3人と114期4人を応援よろしくお願いします。ここからはセンタープール初参戦組が続きます。東京からは岡雄平、おはようございます。同期で優勝のレベル頑張ります。お願いします。こちらも尼崎には初のチャレンジ、福岡からは今林芳樹、おはようございます。気合入れて走ります。応援お願いします。同じく当地は初登場、お隣住の井では V 実績も、福岡中田達也、おはようございます。尼崎初めてですけど頑張ります。攻める気持ちは人一倍、地元で見せます。兵庫和田拓也、おはようございます。やることやって頑張ります。お願いします。1年ぶりに A1 返り咲き、入るターンで水面魅了します。愛知佐藤博明、おはようございます。優勝目指して走ります。応援してください。巻き返しを狙う今季2節目、2年ぶりの当地参戦は山口五十嵐和明、おはようございます。しっかり走ります。よろしくお願いします。
夏優勝に初 A1、 いよいよ開花の時が来ました。香川石丸海斗。おはようございます。最後まで精一杯頑張ります。お願いします。こちらも10月多摩川でデビュー、初 V 待望の V です。東京馬場剛。おはようございます。頑張ります。新規勝率はキャリーハイ、地道な努力を形に変えます。静岡鈴木亮介。おはようございます。頑張ります。感謝の思いが崩れなき強さの礎です。志願木村雅樹。おはようございます。最終日グラッチュエできるように頑張ります。グラッチュエ。今節も闘志全面、真っ赤に燃えてのシリーズ参戦です。徳島堀本和也。おはようございます。気が変わって1ヶ月が経ちました。この時期は僕にとってフライングの季節です。前期も前々期もこの季節にフライングしました。今節はちょっとフライングしないように気をつけながら優勝戦目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。無事故で暴れていただきたいと思います。前節掴んだその手応えを必ずや生かしきります。地元兵庫佐竹太一。おはようございます。地元です。頑張ります。逆境もバネにここまで腕を磨いてきました。地元兵庫富吉優真。おはようございます。地元なんで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。大木は久々の永久復帰、それでも本領はまだこれからです。大阪福田周平。おはようございます。感謝の気持ちを込めて走ります。応援お願いします。秘めたる素質は優に A1、 当地4年ぶりの参戦は山口森永隆。おはようございます。いそいそ頑張ります。応援お願いします。前回の地元戦でリズム回復へのきっかけを使いました。兵庫です。森友哉。おはようございます。頑張ります。そしてここからは今日の12レース記者選抜戦メンバー6号艇から順にご紹介です。ルーキー戦は13戦14戦堂々の連覇です。広島村松修司。おはようございます。しっかり頑張ります。応援してください。大決定予想率はシリーズナンバーワン、大阪上条信孝。おはようございます。頑張ります。お待ちください。ごめんなさい。高速門の安定感に磨きがかかる近況、香川からは古田由紀。おはようございます。精一杯頑張ります。ルーキーシリーズは若松9戦アッシャ12戦での優勝、福岡岡村啓太。おはようございます。頑張ります。 A1 キープが確かな自力上昇の証です。福岡川野真也。おはようございます。頑張ります。そして鳥はこの人、前節下関では角一撃で見事な V ダッシュ、地元兵庫河野聡。はい、一生懸命頑張ります。以上が今回のスカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第21戦に出場いたします。全選手ということになります。壇上の選手に対しまして皆様どうぞ今一度盛大な拍手をお送りくださいませ。それでは今回最の出場選手を代表いたしまして、地元兵庫支部中村信孝選手よりファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。中村選手どうぞ前を進みください。ファンの皆様おはようございます。本日はここボートレース尼崎に早朝よりご来場いただき誠にありがとうございます。スカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第21戦に出場する私たち選手44名はファンの皆様のご期待に応えれるよう全力でレースに挑みます。皆様どうか最終日最終レースまで熱いご歓声をよろしくお願いいたします。選手代表兵庫支部登録番号49825、中村信孝。中村選手どうもありがとうございました。そのままの位置でどうぞお待ちください。それでは続きまして今挨拶をいただきました中村選手、そして今シリーズの選手班長を務めます河野聡選手にアクアコンシェルジュから激励の花束が贈られます。河野選手もお願いします。地元兵庫勢は退去して参戦ということになった今回のルーキーシリーズ、全選手の好レースそして健闘を祈りまして今アクアコンシェルジュから大谷亮選手に激励の花束が手渡されます。どうぞお受け取りください。中村選手河野選手どうもありがとうございました。元の位置へお戻りください。以上をもちましてスカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第21戦に出場いたします。全選手の紹介は終了とさせていただきます。この後は12レースを行われます記者選抜戦のインタビューを行わせていただきますので準備が整いますまでしばらくお待ちください。
それでは選手が戦いの準備へと戻ります。選手退場となります。盛大な拍手でお送りください。どうぞ前列の選手からご退場ください。尼崎初参戦の選手もかなり多めということになっています。そして近況は勝率を上げたり、デビュー初優勝を飾ったりと、かなり勢いのある選手も多いのが今シリーズの特徴ということになっております。初めてその、ね、表情を見たそんな選手も、数多く皆さんいらっしゃるかもしれませんが、ぜひとも気になる選手そして注目の選手も見つけていただきまして、そんな選手への、応援も含めてですね、6日間このルーキーシリーズをお楽しみいただければと思います。なおこの後はこちらのステージ12レース記者選抜選手場選手のインタビューを行いますので、準備が整いますまで皆様もうしばらくお待ちくださいませ。